アルバーノ、1943年5月20日体は、イタリアの歌手、俳優。イタリア南部、チェッリーヌ・さん、マルコの貧しい農家で生まれる。出生当時、父は徴兵で、アルバニア戦線に送られていたため、母親がアルバニアにちなみ、アルバーノと名付けた。歌手、個室は弟。幼少期から、歌唱やギターを始める。17歳で、ミラに移って、 レストランで働く。音楽のオーディションを経て1965年に歌手デビューを果たし、1967年にデビューアルバムアルバーノをリリース。アルバムのリードシングルネイソイエはイタリアで売り上げを伸ばし、ゴールドディスクを獲得。歌手としての地位を固める。さらに同名の映画ネイソイエに主役で映画初出演を果たす。 本作で共演したロミナ・パワーと後に婚約。その後も数本の映画で共演している。1975年にパワーとカップルで音楽ユニットを結成。イタリアのみならず国際的にヒットを飛ばす。特にシャラザン、フェリチタ、チサラといった楽曲は知られている。ユーロビジョンソングコンテストに2回出演を果たした。2016年。 アルバニアの市民権を取得したアルバーノ・ロミナ・パワー1976年ありがとうございます。